こんにちは、金子義利です。本日も竹中平蔵研究です。え、今日で十三回目ですね。え、すべてをコスパで評価する人々というテーマですね。 竹中平蔵しかり、維新しかりですね、デイビッド・アトキンソンしかりですね、成田祐介氏、新自由主義的ですね、お仲間グループの共通的な思想といってもいいでしょうね。生産性が低い人たちなんて生きる価値ゼロですよというふうにですね、極論するとこのような思想がベースになっているということですね。 でえー、そもそもなぜこの特集をやっているのかといいますとお、統一地方選挙でですね維新が大きく飛躍をしたということで、ですね、えー、こぞってですねこのマスコミ各社が、あ現在もですね維新、維新とうるさいということなんですよね。えー、とんでもないなというふうに私自身、個人的には思ってますけれども、おこのですね維新のお、まあ、強さといってもおいいでしょうね、この強さの背景にあるのが、この竹中平蔵です。 でこの竹中についてはですね、このチャンネルで何度も取り上げてきたんですけれども、この維新のですね本質をつかむためにも、この竹中という男の本質を、そしてまあルーツというものを知る必要があると思っているので、この特集を組んでいますで。以前もこの話したんですけれども、竹中平蔵はですね、日本は90歳まで働く時代が来るというふうに事論を展開して、援、ま、助、あ、していた件ですね。 でそして、えー、この年金の受給解消を70歳にすべきであるとこういうことを平然とのたまっているう、まあ、人物ですね。で、えー、この竹中氏の、ね、90歳労働説、えー、この狙い、発言の狙いは何かというとですね、2つあって、えー、1つがですね、この彼があ、まあ、ずっとずっとですね、念願として掲げていたのが、あこの日本の介護規制ですね、えー、経営者が首切れないと。 法律上ですね、まあ、厳しいということがあってこの解雇規制これをですね何としても撤廃したいというふうに彼は考えていたわけですよねでこの労働市場の自由化というものを彼はやりたかったわけですで経営者が首を切りやすい社会にすることができればですねこれがひいては あまあ、このグローバル企業へのです、ね、利益誘導をすることができ,できて、ですね彼らから感謝をされるということになっているわけですね。そしてもう1つがベーシックインカムの実現ですね。月に7万円この支給するということを彼は言ってますけれども、その代わりにです、ね、社会保障を削減しますよというふうに言っているです、ね、年金の基礎部分と、それから生活保護ですね。このの生活保護の の削減と排除ですねそういったこの社会保障を削減するということを彼は狙っているわけですね。これによって財政を健全化させ、自身が小泉政権の時に導入をした指標である、このプライマリーバランス、この基礎的財政収支という指標のですね黒字化を目指すと。そしてさらにですね、 年金や医療保険の、民営化ですね。自由化を行うことによって、外資にですね、利益誘導をすると。そしてまた彼らに感謝されるということですね。まあ、彼は、小泉政権の時に、郵政民営化というですね、プロジェクト、政策を実現をですね、着手して、この彼らから感謝されると。ですね、グローバルリストたちからですね、感謝をされて、 そしてですね、世界経済フォーラムの評議員にえ、というポジションに今現在もいると、えー、美味しい思いをしているわけなんですね。ですから、まあ、この二つをやることによってですね、またさらに彼らから感謝をしてもらいたいということなんですよね。それが彼の根源のですね、モチベーションであるということなんですね。 で、この竹中会長のベーシックインカムについてはちょっとですね、補足していきますと、えー、この自身の著書であるですね、このポストコロナの日本改造計画、ここにこのようなことが書いてあります。一人に毎月7万円を給付する案は、年金や生活保護などの社会保障の廃止とバーターの話でもあります、えー。国民全員に毎月7万円を給付するなら、高齢者への年金や生活保護者への費用をなくすことができますというふうにはっきり書いてあるんですね。彼は 彼はですね、この社会保障をなくしたいというふうに考えている人間なんだということなんですね。で、月7万円で自己責任で全部やってくれたまえということなんです。で、この維新のベーシックインカムも、この竹中ベーシックインカムとですね、その、そのまんまなんですよね。維新も社会保障を削減しますよというふうに言っているわけなんですね。 でこちらなんですけれども、おですね、この紺野春樹さんという方がです、ね、書かれた記事なんですけれども、ここにこのようなです、ねえー、ことが書かれています。ベーシックインカムといっても、そのバリエーションは様々私たちが本当の意味での自由を実現するためには、竹永氏が提唱するようなベーシックインカムに飛びついてはいけないと、医療や介護、教育、住宅などの社会保障制度によって、えー、この保障されていることが。 B、ベーシックインカムによって自由を実現するための前提条件になると言っているんですね。ですからベーシック、そのベーシックインカムというのは、社会保障制度が充実していることは条件なんだというふうに言っているわけなんですね。同様のことは、ベーシックインカムが議論される際には常に警鐘が鳴らされてきたと。例えば、気鋭の若手政治学者であるニック・スルニチェクは、 ベーシックインカム推進派の立場から、ベーシックインカムは量義的な政策であるとした上で、既存のサービスを削減して実現する場合には、新自由主義,的新自由主義政策にしかならないことを指摘していると。ということで、このニック・ニックスルンニチェクというです、ね、学者、もうこの既存の,その社会福祉サービスというものを削減して、ベーシックインカムをやったら、それはもう新自由主義政策でしかないんだよというふうに言っていると。 また、日本でも著名な人類学者、デイビッド・グレーバーは、ブレシット・ジョブの中で、公的社会サービスのさらなる充実こそが、ベーシック・インカムが機能する前提であると論じているということになるんですね。ですから、この BI、ベーシック・インカムというのは、ベーシックサービスと呼ばれるですね、社会保障サービス。これと両輪であってですね、どちらか、 まあ、特にこの社会保障サービスを削ってまで、えー、この BI を実現するということは、ですね単なるですねこの新自由主義的な政策うでしかないとおいうことだと言いますね。ですので、竹中のですねこの根本,本思想には、えー、このようなですね、えー、非生産性は悪であるというものがベースになっているということは、色濃くですね、えー、見えてくるわけなんですね。 ですから、まあ、年金も生活保護もですね、えー、非生産者であると、生産していない人たちだと、働いていない人たちだと、これは社会にとってはですね、無駄、不要、害であるということなんですね。彼らの根本思想はこれなんだということなんですね。働かずあるものを食うべからずと。 こういうことですねどんなに体が弱ってたってですね、働けない体であったとしても、それはですね、働けない理由や言い訳にならないんだということですね。そのペナルティーというものをちゃんと取らなければ、取らせなければいけないということなんで、自己責任なんだからと、働けなくなったら自分たちが悪いんだというようなですね発想なんですよね。そして似たようなですねことを主張しているのが、この人物ですよね。成田祐介氏なんですけれども、 えー、この発言がですね世界中でですね物議を醸し出しましたよね、ニューヨーク・タイムズが報じて炎上になりました、えー、老害化する前に、高齢者をこう老,老害化する前に商談集団自決をするべきであると、おですね首切りをするべきだと言ってるんですね、えー、それは物理的な首切りで、えー、というだけではなくて、精神的な首切りっていうものをするべきなんだとおいうふうにです、ねえー、言っているんですよね。 えー、まあ、首、あ、首切りではなくて、腹切りの方ですね。切腹ですね。えー、ということを言っていますよね。えー、老害化した高齢者というものは不要なんだよ、ということをですね、露骨に言ってしまっているわけなんですよね。えー、彼もやはり非生産性は悪なんだよ、ということで、高齢者はもう存在そのものが悪なんだよ、ということを言っているようにも聞こえるわけですね。 そしてですね、このユバルノア・ハラリ氏ですね、この、まあ、まあ、サピエンス全詞を書いて、ベストセラーになりましたけれどもね、この人物、世界経済フォーラムのアドバイザーを務めているわけなんですね。彼らの代弁者です。で、この二人ですね、成田祐介氏とこの両者にですね、思想的な類似点があります。で、こちらはですね、まあ、崎受けるさんとですね、この添泉孝彦さんのですね、対談本がありますが、こちらの方にですね、このような ことが書かれてますね。イギリス社会主義者、えーですね、はマルクス派の社会主義者とは違いますと。フェビアン協会系ですと。このフェビアン協会が今のヨーロッパの左翼知識人の画像であるロンドスクール・オブ・エコノミクスを作った経済学者のトマ・ピケティや歴史学者のユバル・ハラリなどヨーロッパ左翼で一番頭のいいものはみんな LSE 出身ですと。 いうふうに導入しているんですけれども、まあ、先ほどのユバルノア・ハラリ氏もですね、この LSC の出身であるというふうに言っていますね。 で、このフェビアン協会というのはイギリスで生まれている協会なんですけれどもね、社会主義思想を掲げているという団体ですよね。で、このデイビッド・ロックフェラーも LSE に習いに行っていると、これは私は初耳でした。ここでフリードリッヒ・ハイエクが戦前教えていた、そういう大学だということですね。彼らの中心思想は何だろうと私は真剣に考えました。そうしたら、優生学、ユージェニックスでした。 えー、優秀な遺伝子を残せ、えー、という思想ですと。逆に劣勢遺伝子を持っている人たちを滅ばせという思想。この優生学は大変危険な思想ですが、私も簡単には否定できませんと。いうことで、彼らの思想が優生学であるということを否定できないというふうに言っています。優生学の思想はマルサスの人口論から始まったと。増えすぎたアイルランドの子供たちを煮て食べるしかないとまでマルサスは書いたと。これがダーウィンの死の起源に影響を与えた。 ハーーバード・スペンサーたちの社会ダーウィン主義の思想運動になった、ここで弱肉強食と適者生存の残酷な思想となっていったということで、マルタスの人口論ですね、これは非常にです、ね、後々のこういったです、ね、優勢思想に影響を与えていきましたね。 これがまあジョージ・オーウェルの動物農場と1984までにまでつながりますと。この思想は世界の人口を半分に減らせというディープステートの思想でもありますと。ということで、まずその人口論ですね。これが元になってフェビアン協会の,です、ねまあがの思想に色濃く反映されて社会ダービニズムというふうになっていって、そしてですね、それがローマクラブの発足につながっていくわけですね。ローマクラブが 成長の限界というですね、本を世界に向けて出して、そこから環境問題です、ね、というものが世界的な問題として認知されるようになっていったわけなんですね。そしてその、まあ、下流に流れているのが世界経済ォーラムという団体なんですね。ですからまあ人口論、マルサスがですね、ルーツとなっていってですね、それがまあフェビアン教会に流れていく。そしてその この思想を広めているのが LSE というですね、ロンドンスクローブ・エコノミックスであるということですよね。そしてユーバルノ・ハラリ氏もそこで学んだ。ああ、というような流れであるということをですね、言っていますね。そしてこのデイビッド・アトキンソンですね、菅政権時代の成長戦略会議にもいました。このデイビッド・アトキンソン、日本語ペラペラのですね、まあ、人間ですね。 で、このオゴールマンサックスの出身でもあるという、こういう、この人物というもですね、生産性の市場主義者なんですね。 彼はですね、日本の中小企業は生産性が極端に低いと、日本の GDP が伸びていないのは生産性の低い中小企業が多いからだと、中小企業の削減統合再編をすべきであるということをですね、主張し続けたわけです。でそれで菅さんもですね、そうだそうだというふうにですね、感化をされて、中小企業再編というものをですね、政策に掲げていたということになるわけなんですね。 で、えー、彼はですね、このように言っているわけですね。中小企業の合併が一番望ましい。どんどん合併して無駄を省き、余裕を持つことで賃金を上げることができるということですね。日本のために中小企業は半分消えていいんだというふうなことまでも発言しているということですね。ですから彼もですね、生産性が低い中小企業というのはですね、いらないと。害であると。排除すべきであるという、そういう思想なんですねで。ちなみにですね、こちらはジャムズインサイトの記事なんですけれども、 このですね中小企業の数というものが、もしですね、日本の生産性を下げている要因であるということであれば、ですねこの1975年以降、中小企業の数というのは、ですねどん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 下がり続けているわけなんですね。ここでまった増えますけども、バブルが弾けた後はですねこのように中小企業というのは、ですねどんどんこう少なくなってきているわけなんですよ。 でこの数が、中小企業の数が少なくなってきているのであれば、アトキンソンの主張によればですね、生産性、日本の生産性っていうのは上がっていくはずなんですけれども、かえってですね、この94年以降、生産性がですね、まあ、加工気味になってますね。どんどん減り続けているということなんです。ですから、このグラフにすると、中小企業の数が、この増えれば増えるほどですね、 えー、この生産性の上,上昇率も上がっていくというですね、えー、そういう清掃感ですね、えー。清掃感が生まれているということなんで、アトキンソンの主張とですね、えーまあ無、矛盾が生じてしまっているわけですね。アトキンソンは、えー、中小企業が足を引っ張ってるんだと。中小企業の数を減らせっていうふうに言ってるわけです。しかしですね、過去中小企業の数を減らしてきた日本ですね、生産性下がっちゃってると <laughs> いうことなんですね。 で、この荒川さんと高太さんのツイートによりますとですね、この、え、アトキーソンのですね、著書、新生産性立国論という本の中にこのようなことが書かれていると。子供のいない専業主婦の家庭は脱税と同じ犯罪行為だ。明らかなモラルハザードであるということをですね、著書の中で書いてるわけですね。え、目次見ますとですね、え、このような見出しありますね。子供のいない夫婦は優遇されるべきではないと。子供を産まない、 非生産性の低いですね夫婦というのは優遇されてはいけないんだというふうに言ってるわけなんですよね。ここもまた非生産性は悪だという思想ですよ。で、この維新というですね政党がありますが、この政党もですね生産性市場主義なんですねえ。徹底した成果主義、新自由主義、公共財削減と、これがですね際立っている政党でありますよね。 そして弱者を切り捨てて、お友達は優遇するという、今だけ彼だけ自分たちだけという思想になっているわけですね。これもまた生産性が低い存在は悪であるという前提になり立っているということなんですね。ですから我々は大阪の財政を立て直したっていうですね、財政という指標ですね。生産性という指標、数値だけで我々は、その、 大阪を立て直したというふうに言ってきたわけですが公共財を削減したあまりです、ね、コロナ対策が完全に脆弱な体制になってしまったことによってコロナの死者数がですねダントツに高い日本一の おですね、被害者を出しました。そして世界的に見ても死者、死者、死亡率が非常に高いですね、自治体が大阪であるというですね、こういったことまでですね、起こってしまっているのが、維新の大阪であるということなんですよね。これはつまりですね、生産性を市場主義の行政をやってきた結果、 ですね、極めてこのセー,フセーフティーネットが弱いです、ね、自治体になってしまったということなんですね。この大阪を見ているとですねこの生産性主義を市場主義の政策というものがいかに危険なあ政策であるということですね。これがですね見事に証明されているのでこれはあ、まあ、あいわゆる反面教師としても非常に良い教材になるのではないかなと。 おまあ、大阪の方たちにとってみると、とんでもない話だということだと思うんですが、大阪の方たちはですね、維新を挙げているわけなんですよね。で、これ大阪の方たち見てたら本当に申し訳ないんですけれども、維新のですね、言っていることっていうのはですね、基本的に <laughs> 口だけパフォーマンスなんですよね。ベーシック委員会もですね、月6万円上げますよって言ってますけど、社会保障がバサッとですね、切っていきますからね。えー、身を切った、あの、例えば、あまあ、障害を背負ってしまった人あですね、人たちはもう生きていけないですよというですね、 生産性が低いから生き,いか生きていく価値がないですよっていうふうに言われてるような、そういう状態なわけですけどね。 なんで、維新をですね、そうだそうだっていうふうに言ってる人たちは、ちょっとですね、あの、語弊は、ちょっと誤解を恐れずに言うと、頭がちょっと弱い。意識は高いんだけど、頭が弱いというですね、えー、そういう方たちが、まあ、残念ながら維新の支持者に多いということを、これはですね、もう、否定できないんですよね、えー。ですからね、あの、私は頭弱くないんだというふうにですね、思われる方は維新の支持をですね、えー なないいこととをお勧めしたいなというふうに思うんですよね、えー、本当にですね、彼らの言ってることを耳を澄ましていくとですね、えー、言ってることは全部ペテンであるということが分かってきますよ。 そして先ほどのですね、このデイビッド・アトキンソン、そして竹中平蔵、このですね、生産性至上主義者たち、この人物たちが、この所属していたのが、菅政権時代の成長戦略会議なんですよね。で、この人物たちを起用していた菅さん、あなた大丈夫ですかと、これは非常に私はですね、まあ、彼の評価をものすごく下げた要因の一つですよね。 そしてさらにですね、このメンバー見ていきますと、気なくさいですよ。まず、三浦瑠麗という人物が起用されている時点ですね、旦那が逮捕されて起訴されているという頃、そして旦那の会社に利益誘導をしていたというですね、この人物がいるということですよね。そして、さらにですね、このフューチャーの金丸安文、 えー、そしてですね、DNN の南波智子、そして損保ホールディングスの桜田健吾ですね、それからに日本商工会議所の三浦昭秋夫。これらの人物はですね、えー、現在の岸田政権においてもですね、この諮問会議、各諮問会議にですね、散らばってそん所属していてですね、えー、何ら変わっていないんですよ。菅政権時代から何ら変わっていないと。 その新資,主義新資本主義からですね、転換をしていくというふうに岸田さんは言っていたんですが、何らですね、新自由主義者たちの、まあ、徴用というところで言っては、何ら変わらないですね、人事をしているということなんですよね。ただこの成長戦略会議を解体しただけであって、彼らはですね、起用し続けているわけなんですよね。 えー、なんで、そういう意味でもですね、岸田さんっていうのはですね、ねこの安倍菅政権とですね、この辺り、ほとんど変えてないんです。新自由主義路線っていうのはほとんど変えていないということが、この面々からも分かっちゃうんですね。えそしてですね、これ次回以降、またあお話ししていきますけれども、えー、この竹中平蔵という人物のですね、えー、仲間たち。 ですねえーまあ、サントリーホールディングスの,このです、ね、新浪武志であるとかですね、それから宮内義彦氏、オリックスの会,元会長ですね、えー、それから船橋洋一とかですね、それから最近出てきているこの、まあ、あ宮田弘明氏ですね、えー、このようなですね面々ととてもですね波長が合うわけなんですね、えー、気が合うということですで、まあ、地層がね。 からですね、共通してますからね。えー、この、彼らはですね、えー、言ってみれば、この宮田氏についてはですね、まだちょっと私は調べきれていないんですが、私、ざーっと調べた時期があって、これは過去の,の動画でもお話してきしてますが、私はですね、世界経済フォーラムのプロジェクトになっているという時点で、えー、彼も,もですね、あちら側のもの、代理人であるというふうに私自身は、えー、まあ、分類しました。 ということでですね、この竹中平蔵の周りにいるですね、お仲間たちっていうのはですね、まあ、あのグローバリストの代理人たちであるということ、というふうに私はですね、認定しているんですね、えー。ということでですね、次回はですね、このグローバリストの代理人たちを一人一人ですね、ピックアップして竹中平蔵との関係を明かしていこうかなというふうに思っております。 そしてこちらですね、竹中平蔵の正体に迫る音声プレゼントも期間限定となっております。そろそろですね、終了となりますので、ぜひぜひ、まだの方はダウンロードしていただければと思います。なんでですね、竹中平蔵はグローバリストの代理人に選ばれたんでしょうかこのあたり17分のですね、音声たっぷりと解説をしております。YouTube では決して話せない話となってますので、まだの方はぜひぜひ、今のうちにダウンロードしていただければと思います。ということでですね、本日は以上となります。 また次の動画でお会いしましょう。